皆様こんばんは、今週も金曜日8時になりましたので金曜定例の対戦会放送を始めたいと思います。よろしくお願いします。一応予定としまして、21時頃からミニ大会の四季の細道できたらなぁと思っておりますのでよろしくお願いします。今のところ少し人数が少ないのかなと思われますので開催するかはちょっと定かではありませんができればやりたいと思っておりますのでよろしくお願いします。それまでは普通に対戦の予想放送で流しますのでよろしくお願いします。
Round one, fight!
Round 2, fight!
い。Round 2!
はい。
Come on.
はい。
はい。Yeah!
Tiger uppercut!
Fight! 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 F
こんばんは。じゃあそろそろ大会始まりますので、配信台の方ちょっと一回終了で、あ、空いてますか。あ、そういうことなんだ。へえ。あ、配信台こっち側になったってこと。初戦の方、ハクさん、一番目がハクさんとロードさんでじゃんけんしてスタートですね。そう、多分剣で、まあ聞いて違ったら、まあこうマイクを持ちながらつい喋ってしまうという。あ、はい。じゃあそろそろ始まりますので、じゃあマイクを ご協力いただける方よろしくお願いします。まあ、できればいろんな方にやってほしいと思っております。の3人まで喋れますんで、気軽な感じでマイク、なんとなくやってもらえると嬉しいです始まってます。失礼します。マッピーがね、S剣がロードさん。はい。なんかめでたく就職が決まったそうで、おめでとうございます。おめでとうございます。今日なんでちょっといつもと格好が違います。あ、サマーで白いガイルを使っているのがハクさんですね。そば、あ、すごい。ちゃんとサマーで。ライト竜巻サマーで落とすの、最初の頃私はきつかったですね。玉打ちから飛びが通ってファーストアタックはハクさん。ハクさんだから白いガイル使ってるんですかね。あ、そうかもしれないですねさあめくりがちょっと早かった。壁端に戻されて波動連打。さあ相打ち取ったけれども S 系の飛び切りが超痛い。さあ体力5分。まあ、裏手に入ったような感じですね。そうですね。あ、それかスタブ。さあ、竜巻でごちゃらせてリバーサル出ていたが波動が当たって1-1。落ち着いてる。ラスピン波動拳。あ、打ってますね。結構すごい波動を打つ感じに落としている。サマーも出る。本当ですよ、サマー出る。いやー、うまい。さあまずハクさんが一人抜き、続いてペコさんですね。ペコさん、なんというS 剣の後またS 剣という。そう、S 剣続きです。さあ、オトゲーマーとは違うところ。じゃあそろそろ私スタンバイ、きっと達夫さんがマイク持ってくれた。踏み込み大足波動拳バスタードロップ、めくりはヒットせず。さあ S ケットに落としている。体力はおっとリードしていたから勝利引っ掛けてダブルサマーきっちりガード。釣りはなかったがゲージを離して手元で昇竜拳。さあ削って1ラウンド。じゃあ次ムナーリさんですね。この次はムナーリさん、
で私めくりから4ヒットでミオル正面地上から4段入れて歩いて削って削って削る。いやでもサマーが大変私より上手いので次がムナーリさんですね。はい、ムナーリさんです。ペコさんの S 剣とムナーリさんの X 竜ですね。今ペコさんの S 剣とかってペコさんの S 剣はもう流剣戦以上に見られてると思います。流剣戦の試合の中でももう判定が違うんで、あこういう足払いですね、こういうところが非常にもうペコさんのもうあれですね、普段も長く見ていて当たり判定の判定が怖いですね。突然に出てくる感じのこのペコさんの足が。さあ次がネロさんのガイルですね。ネロさんのガイルとペコさんのエース剣ですね。ペコさんはもう来たばっかでなんか感覚的にネジ合い的な感覚でもう非常にリラックスした状態で、ね、さあ開幕で前後でやってさあナオさんアイエンデロさんとは中足スニック中足スニックでサマソイドがいいですね。今のサマソイドこれ3番いいですね。この中キック最近成長が非常にナオさんの成長に、はい、そう安定のサマソイドでもペコさんのこの戻ってあーハドとソニックの試合で、いや、X ガイルからすれば S 剣は相当ああ今のやっぱりさまだ勝負が残り20秒で、さあここから飛び込めばいいんですか。ああ今当たった。さあ残り10秒5秒さあでお互い粘ればああ今の飛んでしまった。大勝利決まってしまった。今の惜しい。ペコさんさすがですね。さあサムソニックスピードのサムソニックでチュアシュアってこのペコさんこの前後のじりじり動きながらもこのアテラートナイカの周りで足払いとサムソニックスピードあー今いいぞ。さあネロさんのガイドがかなり落ちてる。さあダイパンチさあ S 系のこの一発の逆転が深いでこのままイルリー進んでガイドガイドカットするとさあソニックカードソニックカードシャーシューキックピシャーシャーでまだ35秒あるまださあいいぞこのままおー素晴らしい。メロさんのガイドが取れました。さあ1対1になりました。さあこれで3本目です。さあこっからペコさんの S 剣が勝つかそれともメロさんのガイドが勝つか。さあシャルケンやってさあメロさんが冷静に待って行きましたね。でさあ勝ちまくる一番キャンドルがピシャーシャーシャーさあここでペシペシだーこれ5回チーズ危なかった。さあまだわからない。さあ波動でおいぞ今のダンシャガミダイキックで飛ばして確かに飛ばせるわからない。殺傷竜さあグワの程度あーしかし転ばして3戦後で動いてあー今のピカピカピカ惜しい。あーペコさんがこれで3人抜きですね。次がシノニーさんのX サガットですね。さあ、シ
のにさんのエクサガットです。しのにさん先ほど、非常にこの飛び込みのこの誘いのやり方を素晴らしかったので、このタケさんのエスケント、これ非常に注目の対決ですね。この早い展開で、あ、この大勝利が怖い。あ、しかしここなのに、ここの意識の配分が非常に素晴らしい。ガニで近づいて投げたいところでが、エスカラーゲームがないので、しかしこう、いやペコさんのこのしゃがみ台足が非常に恐ろしいところで、いいですね、1本取りました。さあ、2本目、さあ、ここで、さあ、最後ここで、あー、この膝蹴りで投げて、エスケンがゲームがないところで1本取りました。さあ、3本目、はい、ここでタイガーパカット、さあ、タイガーじりっとしたこの前で、しかしこのペコさんのこの非常に手慣れたこの恐怖の足払い、これがいいですね。あ、これが少し、さあ、これまだ分からない。そこで、波動で飛ばしてやろうというところの意識を、あ、今のエースで今この上り台蹴り、これがすごい。さあ、止めないフェンガーではまだ全然お互いチャンスある。さあ、あ、しかし、あ、今出してしょ、あ、出してしょ、電線にガードして勝利権。あー、すごい、今の立ち上がりに立ち上キックが勝利権で、これでペコさんが4人抜きですね。次がグッチさんの、S ホークですね。グッチさんの、S ホークと、ペコさんの S ホークですね。回したいが、さあ、おー、回す、一本取りました。グッチさんのこの S オープン、この今の難易度というか、さあ、今タスマークから、さあ、ここでコンボで、さあ、かなりこれは有利になった。そこで勝利権、そこで転ばせる。さあ、後ろに回って勝利権、さあ、ここから、このペコさんの強気のめくり竜巻で1本取りました。さあ、3本目、はい、大蹴り、勝利券、さあ、勝利券これで大蹴りめくりから勝利券。いやー、この竜券からすればこのフォークに近づくのが怖いところを、このペコさんのエスケがスピンとか、おー、素晴らしい。まあ、しかし速攻グチさんが冷静に見て、グチさんが一人抜きですね。次がトトメスさんのベガですね。トトメスさんのベガです。
なんとちょっと水が羽目をやめてくださいねと切実な少女の願いというやっぱりのでも実際の福田ベンガーさんとは苦しいですよ。ぜひ加藤さんのベガー頑張ってほしいです。ここで一つです。いやー判定がものすごいです。うわーでかい、でかすぎる。ここで体重やってさあ最高クラッシャー。あーしかしうまくリズムやってる。そこでマルコです。さあここで大根に上げるか。あーしかしいってたぞ。あーこれハメのカットうわー危ない、めっちゃくちゃ危ない。緊迫した金場面でしたね。はい、でさあ最高回したで抜ける。なるべく端に込まれないようにしていくところを、さあ結局やってかけるやる。さあこれ来た、さあ来たか。あー素晴らしい、まさにトトメスコンボと呼んばかりのメガノさんが素晴らしいですね。さあここで次がセロテープさんの、X ガイルですね、ベガとガイルの試合となります。はい、ベガのこの今でもこのいろんな名前もとって特命さん、ベガは本当にタッグが多くて選択肢もって非常に素晴らしい、見ていて面白いです。多分ベガ使いたくなるんじゃないでしょうかね。さ、ベガとガイルですね。さ、スロテープさんのガイル、ちょっと今日はガイルのものがピンク色ですね。はい、いいですね、ピンク色を自分がたまに使って、ピックスパイダーっぽくいいなって感じで、ここですね。さ、これサークルやって中キック、飛ばせるところをサークルさんが、おーすごい、今のジャンプ大キックいいですね、素晴らしい。あーしかしサマーソフトのリレーションガードで、で、さあここで投げる、で、ここで、で、投げる、でガンが1本取りました。さあ、2本目ですね。あーピョッとしまった、パシンパシンパシン、なんとこれがベガの怖いところ、これでなんとトトムさんが2人抜きですね、素晴らしいですね。さあ次が、ほぼ山本さんのチュンリーですね、次が、ほぼ山本さんのチュンリーとなります。ちょっと今、この配信台のスピーカーがよく飲まれてる傾向が気にするので、今ちょっと調整中であります。それまでしばらくこのトトメスさんのベガの素晴らしい CPU さんをご覧ください。いやベガはもう見ていて本当面白いキャラで、こういうトリッキーな上下の動きとサイコクラッシャーというプレスが非常に見ていて面白いですね。本日の参加は17人と、なっております。今日も、お楽しみます、第25回月の出場となっております。ほぼ山本さんは今日またチュンリーということで、では調整の間にお聞きしましょう。ほぼ山本さんとなります。山本さんはチュンリーとで最初どっち使ってたんですか。いや僕はチュンリーですよ。竜を使って引っ掛けてなかったんですか。なんとなく、ね、いやいや一つだから竜剣ぐらいは使えないという、あーなるほど、いやでもなんという非常にシンプルなインタビューでしたが、さあ開幕飛ぶからといきなりトトメスさんの宣言があっての、ほぼ山本さんのチュンリーとの対決。さあ飛ぶか飛ばないか、さあ注目の対決始まりました。さあ飛んだ飛んだか飛んだというのが飛びましたね。いやでもこのチュンリーとベガ順序がやーたろなげかかしてすごいうまくトトメスベガが、さあうまく受け身を取ってここで振りを出して、さあこれ飛ぶ
あー今ペシュートやってしまった。そこでペシュートペシュート、うん、やっと投げろいいで、さあこれがシュリーが有利。あ今のしゃがみ中キックからそこで、ね、さあナイトメアナイトメアをやって、そこでペシュートペシュート、さあここに行ってペシュートペシュートペシュート、あー戦術が出してしまった。確かにまだチュンリーが有利。さあここでさあ中キック、しかしコトミスさんが非常に冷静にみんながやったが、キコケあーっと飛ぶよって言って本当に飛んでいくこのトトメス。さあトトメスベガがさあ中継でクリアして、さあ、さあ今のこのさあ3番ボンボン、メアを打って、あートトメス、さあ3本目飛ぶか飛ばないか、さあ注目です。さあ飛んだ、飛んで投げる、ここでペシペシと投げる、さあこれでやる、さあこれは山本かなり苦しい展開。さあトトメスが怒涛の攻めで素晴らしい、これでトトメスベガーさんがこれで3人抜きですね。次が鍋さんの竜ですね。デイトナー式、この両連の中で先に始めたというこのナベスギリピギアの、方、このナベさんの流星長一非常に素晴らしい、だと思います。さあ、さあ、波動拳、波動拳、さあ、波動で攻める、さあ、あー、次に投げる、あしかし勝利を出してしまってナイトメアで、トトメスさんが1本取りました。さあ、2本目グラウンド、さあ、こうやって、こうやって、あ、ライトメアだ、ね、キックで、さあ、最高回射、このベガのコンボ、素晴らしいですね。あ、今、突進、おー、今、次やった、さあ、これ投げる、さあ、攻めていきたかったが、うまく冷静に最高クラッシャーで、ナベさん、今日も。あ、でもね、素晴らしい動きでしたね。お疲れ様でした、ね、さあ、トトメスベガが4人抜きです。次は、店員さんのヒカルさんのバルログですね。バルログ、バルログ、さあ、ヒカルさんも、最近始めたばかりで、ひょうさあ、ひょうと飛ぶのか。さあ、ここで、さあ、どうなるか。さあ、さあ、トトメスさんもこのペンがね、さあ、最高射で、さあ、リュウ、さあ、ヒカルさんのこの、あ、さあ、ヒカルさんのこの今の攻め方、これで、さあ、ひょう、あの、そう、ひょうのところ最高射で、投げで、さあ、ナイトミア、さあ、ポンでやって、さあ、投げる、ね、一本取りました。ここでもしトトメスさんが勝てば一応暫定1位ということになります。さあ、胸で、胸で、さあ、ずらさんとなって、さあ、ここに注意、さあ、蹴り、さあ、これトトメスさんが5人抜きで暫定1位となりました。次が、トモザさんのガイルですね。次がさあ、次がトモザさんのガイルとなります。お願いいたします。さあ、トモザさんのガイルと、5人抜き暫定1位の、トトメスさんのメダですね。
山沢さんのガイドが一本取りました。あ、4目投げる、ヒットやって、さあ今のいい方の今のガイドの今のめくりかなのこれが入って、さあ1本取りました。さあこれで1対1、サイトンタイプでササミク、ササでササミク、よってこれはかなり果敢な攻め、さあ鈴井さあこのゲージが止まった、おーっとしかし鈴井さんなんか拾った、さあこれはまだ分かんない、あーナイトメイドさあこう、おー素晴らしい、これでなんと友澤さんのガイドが一人抜け、じゃあ次自分ですね、いきます。ベガを止めた友田さんのガイルに挑むのは勝俣さんの竜ですね。さあ竜巻見てからヒット、足には追い込んでいるが球がことごとく噛み合って、おっと上が通る、さあピョってる、真空ガイルの方がダメージを取っていたように見えたんですが、寄ったのはガイル、さあ竜巻ヒット、上げて投げています、さあ合わせて昇竜、シャンピン体力、昇竜当たってタツトシガイル一勝、ツーピー側がノブさんの白い剣ですね、竜巻ガードしてから昇竜剣、昇竜、ここで突っ込んで昇竜で削ってから連覇で中昇竜削りのお釣りはないぞと、竜が波動を打つくらいですかね、波動を打っても危ないんですかね、あれガイパン連覇超痛い、飛びが通って今日は荒れ模様ですね、さあここでニーアーさんが僕の敵を取ってくれます、キャミーキャミーにけこれ勝つあーシロさんが超熱いじゃないかしかしキャンミーからすると剣は本当に厳しい、ニーアさん頑張ってほしい、ニーアさん今のニーアさんの素晴らしかったですね、しかしキャミーはさあこのジオンかどう、おー素晴らしい、さあ、神からするとこの手足をどうやってもかけて今度決めるか、もう今度とにかくこのハートの勝利のこのところに飛び込んで、さあ、しかしこのキャノスパイクの判定が非常に強いんで、さあ、ここからさあ、ハードハード、プシュプシュッと、さあ、キャノスパイク、さあ、勝利権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 、
あ、今の衝撃からかきつかったですね。次が青木サイクロンさんになります。ノブさんが2人抜きで、次が青木サイクロンさんのジャンギです。これで一応間違った、あーターボ色さあ、この状況の中でさあ、どん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 もうダメっすよとサイクロンさんおっしゃってます。よし、頑張ってほしい。さっきのこの青木サイクロンさんのジャンギですね、この手足の分布の分が分布ところが、しかし今見てる限りノブさんが非常に乗りに乗ってる形で良い展開となっておりますが、さあここからさあ5件おすみ大将に大キック、ね、小キック、ね、サイクロンさんが1本取りました。2本目、あ、今に吸い込み、さあ大キック大キック、飛ばす、さあ昇竜出すところをうまくさせて、さあここでパスパスパス、そう投げる、さあここからさあ昇竜を誘うっていうか、しかし井上さんの足払いやって、さあここでお互いゲージ、あー今のはうまい、これで、サイクロンさんが勝ち抜きました。ペコさん何やってます。いや、次がトトメスさんのバイソンですね。さっきのベガの、ですね。さあ、これで2周目になります。2周目、トトメスさんのバイソンからです。トトメスさん、お願いいたします。トトメスさんのバイソンです。トトメスさん次の試合です。バイソンです。2回目、2周目、さあ2周目始まりました。トトメスさんのバイソンからになります。青木サイクロンさんが今1人抜きとなっております。さあバイソンベガの試合になります。あ、バイソンベガじゃない、ザンギーとバイソンですね。ガミギリンがキックをイメージとやって、こうやってダブラリー、今のラッシュ数はきつかったですね。3人目、ここですね。見事ですけど、非常にザンギの方がバイソンには有利ですが、さっきの1本目のラッシュが素晴らしかったんで、なんかこれは勝負は分からないですね。高め大キックを登らせて大キックやって、で吸い込んで発射して、あー今の吸い込みをヘッドパット、さあこれは分からないよ。あーこれさ、この素晴らしい、ここでトトメスさんがなんとベガに続いてバイソンでも勝ちまして一人抜きです。さあ次が、再びノブさんの、ザンギですね。さあノブさん、先ほどの剣が素晴らしかったんで、ここからザンギでどうやなっていくか注目ですね。あと攻める、映像がなんかカクカクになってますけど、実際に映ってる方はスムーズじゃないですかね。大丈夫なんですか ね。いや、カクカクですけど、実際に流れてる分にはスムーズなんですかね。どうなんですか ね。いつも言われてますよ、サーバーの問題ですかね。
サーバーっていうよりかは、このうちのパソコン自体の今、CPU の使用率がかなり高い状態でして、あ、しょうがないですね。そうですね、少しカクついてるかもしれないですけど、ね、接触が悪いとかじゃなくて、ね、うちのパソコンの性能が悪いとか、日によってカクついちゃったりとかするかもしれないですね。トトミさん、ワイさんが怒涛のラッシュで、お、しかし今こぼせ、そう、またこぼせ、こぼしましょう、そう、吸うか、いやー、吸った、これで、うまい、ヤンギが1本、取りました。さあ、3本目、パパッと、もんでもんで、ヘッドバットで、やる、ボンダーキック、ね、スクリュー。ついたかったところをうまくバイソンたちはうまく待ってるですね。ザンギとしてもさあこのオアのダッシュをどこで崩してスープかというところですけど、この辺は今のうまいですね。うーん、素晴らしい。トトメさんがこれで二人抜きですね。さあ、これでさあ再びペコ先生がやってまいりました。さあ、なんと合図のピースさんよ。ペコさん、多分ピースさん今日6回目。この余裕が素晴らしい。どうなるか。さあ、ペコさんですね、ペコさんのエスペンと、トトメスさんのバイソンですね。気がついたら、なんと、さあ、トトメスさんが非常に有利な状況。それでリーチかけて、さあ、どうアを出すか。さあ、ここでペコさんの試験がどういう攻めするてくるのか、チームさん。しかし今のはうまかった。素晴らしい。今日のトトメスさんは冴えてますね。前は魔法の天使だったものが、ナイルになって、非常に、今日は冴えてる。さあ、次が、シノニーさんの、スーパーサガットですね。エサガ、さあ注目の青パンとバイソン、はい、マイクありましたね、元です。ですね、シノ兄さんの S サガと、トドメスさんのバイソンですね。名前がちょっといろいろありすぎてね、謎の誰なんでしょうかね、バイソン使い謎ですね。結構やるようですけど、まあ、多分石森プロダクションの回し物だとは思うんですけど。そっちですか。あ、そっちです。特撮系、あ、そうですね、女性のキャラクターでしたっけ、トトメス。あー、ナイルなトトメスですね、多分。なるほどなるほど。あー、ポアントリンさんとかもいますからね。あの類ですね。そっち系ですね、じゃあ、ね、なるほど。中華のパイパイとかその類ですね。あー、なるほどなるほど、失礼いたしました。知ってたはずなんですけど、すっかり記憶をなくしてましたね、僕はね。なるほど。いやー、名前はほのぼのしてるんですが、結構殺伐としますね、キャラクター的には。式では見ない恐ろしいね。おっと、ここでシロニーさんが勝利ですね。ぜひヒカルさんのバルログですかね。ヒカルさんバルログは最近始めたんですかね。ヒョウとアパカの相打ちだが、ダメ勝ちしているのは青いパンツ。
青パンと赤パンの戦いですよ。ですね。そうですね。バイソン、エッサがバルログともうね、強キャラ四天王が。そうですね。何でもありになってきましたね。かなりですね。ちょっと画面がかくついてるうちに。そうですね。今日ちょっと悪いですね、画面が。次にエッサが勝利。次がタツトシさん、ね、さん流ですね。クレはまだありますね。で、タツトシさんの流ですね。真空あるんで、青パンにも若干いけるキャラ。青パン最強説ありますからね。そうですね。まあ龍は一応ゲージ貯めて真空あれば上も下もタイガー打ちにくくなるのでなくはないよ。さあなくはなくはまだまだまあまあまあまだ1ラウンドありますね。タイガーショット早いですからね。このゲームはウルフォードかと違って残念なことにゲージが持ち越されないので。そうですね、1ラウンド限りですね。さあ、ミーチューパン、ナイス、マリオ。でも、シノニーさんはあれですよね、タイガーもちゃんと打ちながら上もちゃんと出るっていう。そうですね、理想的なタイプですよね。タイガーストレートも入って、さあ、またマリオパンチ。さあ、リードして真空重なってない、ちょっと重なってなかった。アパカが入ってカットが入ってしまった。やはりこれ地獄みたいな話、続きまして、あ、緑パン、あですかね。続きまして、セロテフさんですかねの何とかしてくれますかね。緑パンと青パンの戦いですね。タイガーをガードして、クライスクリュート西で近寄って左足が入りましたが、相打ちで。足長いですね、ジャンプ、垂直ジャンプキック。全く近づけてないですね。なんとかザンギは近づきたい、近づきたいが、これですね。向こうから攻めてくるときもあるという。次、グチさん、ブランカーですかね。あの、クレジットがないでございます。あれ、グッチさんはブランカーお、どうなんですかね、泣きにしもあらずみたいな。あー、ほとんどないんじゃないですか。ほぼないですか。そうですね、X でも結構きつめだと思うので。厳しいですか。 X サガトだったとしてもってことですよ ね。ましてや青パン、やばいですね。今着地に大パンが当たりましたね、まあ、さあ、お、噛んで、噛んでいく、あー、膝で赤パンがやられてしまいました。さあ、あの長い長い垂直ジャンプ大キックの間合いを、あの遅い足どうやってくぐるのか。うわうわうわ、おっと、2発食らってしまったが、無理やり近づいたが、キバサスラでくぐってめくりから4番ピョンタと、ナイス。さあ、ワンチャンものにした形、有名なあれですね、あのプレイヤーさんのカラーですね、今日は。そうですね、日本と中国を行ったり来たりしてるプレイヤーの。ああ、そうなんですか。ツイッター見てるとなんか多分税金は中国に払ってるタイプじゃないですかね。
半分以上中国にいる感じ。そんな感じなんです。いや、そこまでじゃないです。おっと、リカバリー、リカバリーからめくりが入って、ナイス、ナイス、アンラッキー。押してます、押してます。あっと、最後は投げられてしまう、惜しい。投げたのはシノニーのオパン。続きましてニーヤさんですかね。そうですね、はい。さあ、今日集まってるのはスト2が大好きな人たちばっかりのはずなんですが、なぜかみんな座るのを嫌がっている。そんなことないんじゃないですか。もうみんな楽しそうですよね。あ、どうやってやっつけようかなっつって。そうですね、やっとパン1キャラじゃない、そうですね、服着てるキャラになりましたね。確かこれハンラとハンラじゃないキャラが半々ぐらいですよね、このゲームって。あー、割とハンラが多い。そうですね。さあ、無理やり膝で掴んで、さあ、おっと、ごちゃっとごちゃっといってますね。おお、最後投げで、うまいですね、やっぱり。うまい、うまい、うまいんですかね。どうなんでしょう、地獄車。さあ、アパカが出る、アパカが出た時のリターンが、これですね、画面がガクついてるせいで、ちょっと結構なこうごちゃらせ感が出てますよね、余計に、ね、あの実際のプレイヤーたちはそんなことないのでちゃんと実力でやってるんですけど。おっと、レッパが刺さる。さすがニワさん、ここで、シノニーさん5連勝でストップですね。続きましてムナーリさんですね。S 差が終わっての下がっとってことですね。ある意味パワーアップしてます ね、 あのね、受け身ができたのと、スパコンがある、スパコンがある、素晴らしい、ね、あ、上手ですね、波動拳をタイガーで、丁寧です ね、 ね、さすがに雑にやっては勝てないキャラクター。さあ、お釣りも入れてリバーサルでカマとかでしたね。さすがに遠いか。さあ、竜巻で無理やり行ったがノーガード、きっちり。そうですね、うっかり立ってガードしたりしないかなみたいな感じの結構なくはないんですよね。お願い竜巻ですかね。そうですね、サガットとかダルシムって立ってガードしてからお釣り入れたりするんで、うっかりこう初段を立ちガードしちゃうみたいな。あー、でもそうですね、ゲージ見てない時だったらあるかもしれないですね。いや、実際手癖でやっちゃうこととかなくはないんですけど、さすがにドッと無理やりレッパップ、一発しか入ってないがダウン。しかし最後はパンチで、続きましてハクさん、ガイル、ね、あー、スーピー側、ハクさんのガイル、ハクさんガイルです ね、 このゲームあんまりガイルはいないんで、実は上手いガイルを相手にしたとき何をしていいかいまいちわからないという。あー、そうですね、キャラクター的にそんなに強いキャラクターでもないので、ナットもレアキャラですしね。でも飛び道具性能はこの世界一だと思ってるんですけど、ためながら。え、どっちがですか？ガイルが。そうね、撃っちゃえば。まあ X の中ですけどね。S 下がったら置いといて。はい。まあ弾はそれぞれ一長一短ありますね。なんかあの判定がでかいクラゲとか。ああ、そうですね。すぐ動けるソニックと言ってる間にタイガーアッパーカート、ありがとうございます。クレジット、
続きまして友座さんのベガ、合わせてきますね。で、ダブ、ナイトメアを読んで垂直ジャンプと後ろからタイガーショット、すごいですね、読んでますね。抜く、後ろ回ったが安い、ダブル2もしっかりガードをと、タイガーショットで、おお、ナイトメアかわしますね。アッパーカットと、完全に見てからですね。で、最後は光って削り、おお、すごいですね。続きまして鍋さん、鍋さん龍、あれ、ナウエスさんも、あれ、なんかデイトナ式にいる竜はみんなこの色なんじゃないかって。あー、セロデブさんもこの色使われますよ ね、 ね、緑色信者なんで僕と A4 君はだいたい緑色があるキャラは緑色を使うようにしてる。あー、なるほど。そうですね、エコロジー的なアースカラーですかね。そうそう目にも優しい気がしないでもない。終わった真空をもろぐらいブルーライトとか目に悪いんであんまり使ってほしくない感じですね。そうっすね、青いベガとか本当に目に優しくない。そういうことですか。そうそうそう、青パンサガットもそうだし、投げ、お、やりますね鍋さん。お、昇竜拳、足コパンとかをつなげてる人を見るとなんかウルフォーとかやってたのかなって感じ。ああ、なるほどなるほど。スプレイヤーではあんまりやらない連携ですからね。そうですね。うわーっと強襲削って、あー、中ボスがバレていた。惜しかった。あれでも立ってませんでした最後。そうですね、ダメ確ですね本来的には。しゃがみ台足とか中足とかでダメージ確定ですよね。続きまして、ネロさん。で、続いてネロさんのガイル。開幕ソニックを食らってしまい打ち合いになりましたね。玉のおお、飛び込むタイミングが冴えてますね。おお、中足、今度はきっちりアッパーカット、やっぱタイガーショットで押されてきちゃいますね。また開幕ソニックを、画面端で、うまく画面端で押さえてますね。投げに行ったのがバカで切られてしまい押し戻されちゃいました。
頑張るんだ頑張るんだ。打ち合いでやっぱためキャラ厳しいっすかね。打ち合いだとくらってしまった。しかし時間でドローか。ドローですね。ドロー。最後ジャンプしてれば。今回3本目はタイガーショットの方が先にダメージを取った。そうですね。ちょっと画面のブレがすごいですね。あれですよね、レインボーみたいになっちゃってますよね。レインボーの飛び道具こんなんでしたよね。と思ったが最後は長いジャンプキック。続きまして青木サイクロン、ザンギですね。キャラはフナーレサガットです。と言ってる間にだいぶ追い詰めてますね。青サイさんが、青木サイクロンさんが。お互いじりじりしている。中央でじりじりしているタイガー、タイガーと。これなんか歌手的な感じ。おっと最後はパンチで、あっさりパンチ で続きましてロードさん。で、S 剣とですよね。多分ロードさんの S 剣なんかは初対戦とかかもしれないですね。この青サイさん、青木サイクロさん。あ、そっかそっか、先週とかでしたっけ。先週か先々週かで当たってるとね、ザンギの恐ろしさをね、これ覚えてしまうという。最後はきっちりジャックファンからスクリュー。いやー恐ろしいですね。全くですね。近寄ってもダメ、離れてもダメみたいな感じにされちゃってますね。青木サイクロンさん、このジャックパン対空がすごい上手いですね。で、あっつまにスクリューで持ってかれちゃうという。ロードです。今
最大連勝数が、5連勝、5連勝が3人いらっしゃいます。ここで青木サイクロンさんが勝ち続け、5連勝もしくは6連勝すると決勝に上がれますと。はい、今青木サイクロンさんが、3連勝ですので、3周目ペコさん、もう一回山本さん、はい、でこの山本さん3周目のもう一度よの山本さんをにも勝つと、決勝に進めます。5連勝がよ今3人いらっしゃいますので、さあまずは1本取って、まあ僕もイスケンなわけですが、ザンギはうまくいくときとうまくいかないときの差がすごいですね、やっぱり。綺麗に対空、さああと一押し、相打ちで1-1。さあ6本目違う3本目、さあ試合差し合いですね。は地味に下段で攻めていきたいところ、回ったところ、あー詰められるとやばい、回ったところを下段の仕留めたい、この繰り返し、入るか、あー最後は涙昇龍か。さあ青木サイクロンさん、ここで勝ちますと、決勝今3名5連勝がいます。今4連勝目ですので、こちら勝ちますと決勝に進出します。ね、なんか運命のいたずらでさっきやったばかりの山本さんがまた戦うことになってるんですが、キャラ的には圧倒的にチュンリーなんですが、さすがに知らないと、ね、上から来た時に落とし方がわからないと残りが飛び放題になってしまう。詰められたくない、揉めたけど入るなかなかうまくいかない。いい感じ、さあ回ったところを下段でいきたい、さあきっちり方向も指定している、上から行った時にガードしてしまう、止めたけど、うー小技で仕留められた。さあ5連勝しました、
もう一勝すると一人で単独1位になりますんで、最後の試合、そうです、勝っても負けてもとりあえず決勝は進出ですが、決勝リーグをやることになりますんで、まあ同率1位なのか単独1位なのかですね。そうですね、ここで勝つと無条件で決勝です。さあキャラ的には、果敢に攻めるのが青サイ、そうですね、体が頑丈、まだピオらない。さあ内野手はやめた方がいい。どう今の俺の弾きスクリューすごくないといった声が聞こえてくるようないいですよ、喋るとマイクありますんで届きますからね上から行って、上から行って嫌がらせみたいな、上から上から上から、いやーピヨってしまった。6連 勝、単独1位は大西さんですね。で5連勝の人が、ムナーリさん3人ですね。ムナーリさん、シノ兄さん、トトメスさんがいるんで、まずその3人で2位決めをします。話し合いもしくは直接対決で話し合い、過去に話し合いで決まったケースもあるんですよ。いや平和的解決ですね。あの3人いたんですけど残り2人がそんなやる気がなくて譲ったような悲しい時が1回あったんですが、どうしますか、トランプ引きますか。集まっていただいて、はい、総当たりするか話し合いするか、とりあえず集まっていただかないと。あとは運営の方に賄賂とかでもいいです。2000円ぐらい渡すとどうします。さあ審議中、審議会議中、さあなかなか最後3人残る、ここは珍しいですね。3人で3試合の方向ですかね。いまだに最後残っている方、こちらが1位は青木サイクロンさん、6連勝、これは、ストップです。6連勝、7戦目で負けたわけではなく、6連勝目でストップです。さあ5連勝がトトメスベガー、シノニーエッサガ、ムナーリエクサガット、この3名です。最初にトトメスベガと、トトメスベガとムナーリエクスサガット、ですね。5連勝の2位の方が3人いたので3人で総当たりしてるんですが、今最初の試合が、1P 側がトトメスさんのベガですね。で 2P 側がムナーリさんのサガット。これ後で、対戦表書かれたエクセルツイッターの方にあげますんで、誰と誰がやってたのかは、はい、
一応これ同率になる可能性があるんで星の数も数えますので、はい、 2-0 で勝つか 2-1 で勝つかもちょっと大事。めくりをガードして投げ、10番3つ入ってヘッドプレスとデビルリバースを混ぜ混ぜにして1-1になっちゃいましたね。ごちゃらして、外野手入ってアパが間に合う、見てるガードして裏からに重ね失敗して投げて投げれない、固めている、外野手が入る、さあ削った、当たったですね。さあまずはむなりさん、あ、むなりさんまだ試合です、むなりさんまだ試合です、むなりさんまだ試合です。さあ、シノ兄さんの S サガ、ムナーリさんの X サガット。さあ、キャラ的にはやっぱり S サガですが、やはりスパコンを生かしたいが、エッサガにはこれもう本当に基本性能で、そうですね、一番大事な球の性能が違うという、いいところは受け身とかなんですけど、この組み合わせで投げが通る通らないというのはあんまりないので、長い手足を当てるゲームですね、完全に、ね、やはり性能は上か、そこをなんとかする。さあスパコンはある、うーん見てた、落ち着いた立ち回り、またも 1-1、でもこれ豚さん勝ってしまえば文句なしで決勝なので3戦目を待たずして決まるという、いや打っては飛んで打っては飛んで、やはりこの流れ見てから飛ぶのが青パンの方が楽なんですがさあ硬直時間が違いすぎる、完全に飛んで足先を当てるゲームになってます、ね、垂直ジャンプ頭が良かった、今これ完全に 2-1 の状態になってますんで、ここでトトメスさんのベガが 2-1 で勝つようであれば完全に3すくみになります。やり直しですね、めんどくさいけど、そうですねさあキャラ的にはキャラ的には青パンだと思いますですよね、なのでシロ兄さん勝ってしまえば2勝で文句なし、そうですね、トトメスベガ、これ必ず1勝しないといけないです、そうですね勝つか最低でも1勝、そうですね、いやー厳しい、いやとんでも間に合ってしまう、これは厳しい、いやこすってきた、さあ間に合う、いや間に合っちゃう、
麗に飛んだけど、ペチ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 画面端いや空対空が強すぎる、ペチ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 飛んで、さあやーで下がってしまうと、おーさあ分からなくなりましたね、3組の条件がまさかの揃ってしまう。おおっと繋がらなかった。おお、またもやナイトメア、裏から壁から綺麗にフェイントを投げた。さあ面倒くさいことになった。さあ完全に3すくみです。さあ運営中瀬、さあどうしましょうどうしましょうこれ、これなんかね、視聴者の人気投票とかでいいんですかねみんな21なんで、これもうみんなが強かったってことで、じゃあまたすいませんけど順番からいくとムナーリさん入ってください。しょうがないから決まるまでやらせていただきます。はい、さあまさかの2周目準決勝リーグ延長戦、延長戦サドンデスマッチです ね、これやらせてみんなで打ち合わせすればいつまでもゲームが遊べるという、はい、いいですよ、2-0 でも 2-0-3 スクミも面白いですよ、はい、さあ、いいアパか、やはり青パンやった後だと楽そうですかね、これはそうですね飛びが間に合ったりはするので、先ほどよりも希望はある。投げた、トトメさんの勝ち方がちょっとちょっと騙し打ちっぽいナイトメアが入ってるの で、ね、あれが通じなかったりすると、さあタイガー上と下の打ち分けが上手、さあ壁から出られるか、間に合います、出れたが間に合った、上段下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 段が当たった。さあまたも 1-1 そうですね、まあ、それだけ実力が拮抗しているとすごいですね。投げて、投げキャラになる番、投げて落として投げて救われて、結構投げたんですが空対空から透かしてたが、うー削ってたカウンターか。さあムナーリ X サガット2-1、さあ、またも 2-1 もう誰かが 2-0 で勝ったりすれば、おしまいですね、話が違ってくるんで、はい、必ずそこで終わることになります。決して八百長ございません。ただこれ、ムナーリさんが勝ってくれれば終わりなので単純にこれが、そうです、2勝する人が出れば終わりなんです。さあ実況よく聞いてないと、なんかただのじ合いをしているに見えるかもしれませんが、おガチだよこの差が。さあ決勝進出にリーチ、いや一応みんなガチでやってるさあ青パンの猛攻、振り抜けて裏落ちだが、アパカで切り返される、見てた大アパカ、大きい攻め行ってきた。さあゼロサイド、はい、さあ決勝進出はムナーリさんですね、ようやく2勝が出ました、はい、
じゃあブナーリさん決勝進出なのでお待たせしました、青木サイクロンさんと。そうですね、決勝とりあえずワンピーツーピーのじゃんけんを、ワンピーツーピーのじゃんけんを、あの問題なければそのままやってもらってもいいんですけど、ムナーリさんと青サイさんでじゃんけんしてください。ワンピーツーピー決めです。さあムナーリさんどちら、ムナーリさん 2P。 はい、さあお待たせしました、やっと決勝です。さあようやく舞台が整いました。ワンピース B 入れ替わったので、とりあえずこう DJ に殺してもらって、じゃあお待たせしました、決勝です。決勝は3先、3勝した方の勝ち。さあワンピー側青木サイクロンさん X ザンギエフ、 2P 側ムナーリーさん X サガット、決勝です。世間では割といい勝負と言われているザンギサガット。そうですね、そうですね、結構楽しい、好きだという人も多いんですが、これが S 下がなると話が変わってくるんですが、あれは嫌いです、みんな嫌いですこれならという感じ。そうですね、さあ水ジャンかいくぐれず、さあ沖大パン沖中足、サガットの技結構長いのでかいくぐるのが難しいんですが、ザンギ側も判定の強い攻撃を置いたりすることによって、さが玉打ちがうまい。やっぱりザンギエフは下段に弱いというのは、まあそうですね、回ってるところに綺麗に差し込まれたり、 そこをまあサガット側は飛ばしたいわけですが、はい、ザンギエフもまあミドルキックが台足に勝ったりしますし、まあ自分からもまあ台足差し込み、そうですね、両方足があんまり速くないのでゲームスピード的には普通ですね。そうですね、両方とか技の置き方がうまい。今ですね、あのそうですね、タイガーとクイックダブラリが勝ち合って球を抜けた時にザンギフが近づけるので、そこからの卓でなんとかしたい。さあ上田通るミドルを置いて台足、さあピオリーチか、掴んだ、おかして、さあ踏み込み台足、さあここでなんとかしたい、飛べんと上が出なかった、飛びが通りました。削りジェノサイドでもよかったんですが、気合の取り返しですね。いいですね、いい感じにじゃんけんが展開されてます。やっぱりこうやって見るとサガットの足は長いですね。そうですね手も長いです ね、 ね、まあ、その分ザンギフ手足太いので。そうですね、さあ削り、あ判定的にはやっぱりザンギフですよね。いや、まあ、そうでもないんですか、いい勝負ですね、いい勝負ですか。見てた、タイガーの時にドンピシャで飛べればかなり美味しいんですが、打っていないとは今のように3発避けても届かない。下台が打つ瞬間に手の暗い判定がすごく伸びるので、そこにドンピシャでライアシを合わせると一方勝ち。なるほど、いろいろあるんですが、さあさあ無理やりこかした、この状況サガット側は削っていきたい。さあ2勝、きっちり見てる、これは
多分やはり経験の差ですかね。そうですか。サガットがちょっとレアキャラなので、サガットは結構うじゃうじゃいるので、うん、対策できてると思うんですけど、特に X サガットは余計少ないですよね。そうですね、好きでやってないとちょっと、やばり、あ苦しそう、蹴りが入ってしまう、とんでも落ちる、苦しそう、いや小技がもう痛い、うわー、やはり小技がもう痛いですね。そうですね、置き方が本当に上手ですね、動きたいところに置いてある感じ、見た感じあまりタイが当ててないですからね、全部ほとんど避けられてますからね、下手に打つよりももう地道に蹴っていっている、むしろその方が安全。そうですね、さあ近づいたが前に出れない、アパカを警戒したところで、あーきっちりコパン、あー長い足が刺さる、長い手が刺さって終了、優勝はムナーリさんおめでとうございます。おめでとうございます。 3-0 ですかね。優勝のムナリさんです。おめでとうございます。いやどこが一番苦しかったですか、青パンですか。あーでも、ね、そこ無事勝ち残っての優勝ですね。ムナリさんは大会とかそんなに出ない。あんま出れない。あーそうなんですか。だから来月ある 5-on-5 とかも予定とかは出る。はい、あここでやるんで、ぜひぜひ、ちょっとサガットレアキャラなんで、はい、あのサガットの灯火を消さないためにもぜひ頑張っていただきたい、ね、あんまいないですもん ね、 そうですね、お願いしま す、 です、ね、ありがとうございま す、 ありがとうございます。じゃあなんか残り時間少ないんですけど、の試合の方楽しんでってください。優勝はムナリさんでした。おめでとうございます。あもうあのお菓子も飲み物もお好きなだけ、チャンピオンなんで。ちょっと今日人数多め、さらにちょっと準決勝あたりが長かったんで長引いちゃったんですけれども、とりあえず第25回ですね、式の細道優勝はムナーリーさんですね。来週以降もやってきますので、またよろしくお願いいたします。じゃあなんかあまりクレジットを配って回るのと、あとなんかそうですね、配信台に余ってるクレジットも使ってよいので、配信台早いもん勝ちで、
Yeah.
い。Yeah!
そうしましたら時間もいい感じになりましたので、そろそろ配信の方を終了したいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週よろしくお願いします。お疲れ様でした。